20はどうですか。わからんなぁ、これ2台だけ。あーあっち速攻で引いてる座って4台以下の機種にオールキング。対象機種を探しながらの実戦。とりあえずはこの脅威の合算確率を誇るハードボイルドを打つ。通常リプレイからだとスーパービッグの振り分け一番強いんでチャンスやったんですけどね。惜しい。ともあれ嬉しいビッグ。バレットラッシュ突入はあるのか。感染は初ボーナスこそ遅くなったが無事バレットラッシュに突入。このまま走り出せるか。おっチャンス。パーだとピック。止まれ。よっしゃバレットラッシュ50ゲーム終わりかけの時に追加からハイパービッグ。まさにいい感じ。ハードボイルドね、調子よく出てくれるのはね、すげえ嬉しいですけど、ちょっとやっぱルパン回数ね、ついてきてるかな。ルパンなのかなといった感じがしますね。ルパンが気になってしまい、いまいちノリノリになれないイコマ。しかしそれをハードボイルドが許さない。これ3ついく。あら、いかなかった。通常時1枚からの金想定2個までいったら3個いくんですけどね。ダメかな、どっちや、まだ分からへん。うお、ダメやった金チャンス。主にバトルビッグ後に出現するエンディング。今回はたまたま出現しましたが、その出現率や景気などは不明です。俺白7引いたと思った。はい、シャープ。
バレットラッシュ後の降格中に即引き戻しでレギュラー。まだエンディングは早かった模様。25パー来い。降格はあっさり終了。早いビッグの連チャンがあったものの、バレットラッシュが伸びなかった。そして生駒はイベント対象機種が気になってしょうがない様子。アルファっぽいな。けど1台こっち内側が出てないですもんね。けどルパン相手もね、あ、疲れた。おっしゃ、今サージライド出てたんで、ね、かなり信頼度上がる演出ですね。ビッグでお願い。スーパービッグ。あ、そっちか。トクリップもそうなんですけど、まあ、プロ揃いトクリップであったり、まあ、レア役だったのとバトルビッグ、まあ、スーパービッグ引きやすいんでね。バーケだと本当がっかりする。バケだとがっかりする。この言葉を象徴するかのように、そう、お約束、レギュラーの連打。当然バレットラッシュはなし。そしてこの流れは止められない。あ、単独ボトルですね。連続するっていうか、バケきついな。なんでバケに勝たんねやろ、ハードボールの。レギュラーの3連打、もちろん全てバレットラッシュはなし。出玉が削られる時間になってしまった。しかしボーナスの履歴はすごいことに、1回だけハマりはあるが、他は全て連チャンしている感じ。これは高設定の疑いがある。おい、おい、この通常時の子役からの高額移行率に関しては設定差がないんでね。コイ持ちがぐんとアガップするんで、プラスやっぱりこのチャンスゾーン中、まあ降格中にビッグ打つと得て確定ですしね。お、こう取る。ボトルですね。
久しぶりのバレットラッシュ。今度もまた大連チャンさせられるか。あ、そう、そうか。ちょっと乗りたいな。これがきた。14-2。まずい。想定すんな。よっしゃ、入った。弱い遠征スイカだと弱い、まあ、なんて言ったらいいのかな。今の遠征でスイカってあんまりないん で想定しなければ確定なんで。ちなみに今の演出はというと予告音のみが発生しています。想定すんな。よっしゃ、入った。スイカの同時当選率がいい。これも高設定の証か。ともあれ早いゲーム数での引き戻しのビッグ。さらに出玉が潤った。結構スイカの装填なしは好きなパターンなんで案外出ないんですよね。見ちゃった。ラッシュスタート時にここババって点滅すればもう確定なんで、これけど知らない方がルーレット純粋に楽しめるかなと。確か ART バレットラッシュ確定時の4分の1だったかなで発生する演出なんで、まあ点滅しないからといって外れではないんで、まあ、そこら辺を踏まえてもすごいちゃんと作ってるかなと。楽しめるポイントが満載ですからね、ハードボード。これは、まあ、自分がよく言うんですけど、サミーの人怒られるかも、不遇の明治かなって思うんですよね。タイミング悪かったかなっていう。タッチスロー台としてはすごい本当面白いんで、やっぱりカンパしづらいっていうところが多分一番なのかもしれないですけど、もったいないですね。これは本当面白いんで。まあ、言ってみたら2年前のキッタイですからね。2008年の年末に出てるんで、
ここでダメ、これ最後だって言われたらほとんど勝てないで、どんな機種でもまあ通ずるとは思うんですけど、知らないと、ある程度知らないと面白くない、その重複率だったり、ただ知りすぎてしまうとあ、ダメだっていうのがドキドキするのがね、短くなってしまうことも稀にあるんで、まあ良し悪しですね。だからまあこの台の本当いいところはボーナス成立後出目でまあ気づきにくいっていう部分であったり、まあリップ隠し白頭だとリップハックアップとか本当ね作り込まれてるなって思う一台なんで、終わりそう。やっぱりな、早い、まあしょうがない。お気に入りの機種で楽しく打てるのは最高だ。ちなみに現在の状況はこちら。1台目のバイオの負債は取り返し順風満帆、合算確率も落ちることなく出玉を増やしている。たとえこのハードボイルドがイベント機種でなくとも高設定は確定か。ちょっとルパン見に行きましょうよ。20は違うかな、やめてるな。ほんまこれがオールキングとかやったら怒るよ、ほんまに。あーけど微妙、もうがっつりついてるわけでもないし、やっぱり ルパンは通常時のベルが結構大事だったりするんでね、こうなってくるとルパンかハードボールと絞られてきた。もう一丁、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 ね、今のバトルもそうなんですけど、最後に二度と鏡の前にこう向こうにセリフを言われるとぐんと信頼度が下がってしまう。1枚で当たったと思ってるな。おっ、だけあれ1回も20% 引いてないでね。まあ一等した。さ。レギュラーからの初バレットラッシュ。ちょいハマり後の嬉しい展開だが、50ゲームであっさりと。10%でもいい。
マジですか。ラッキー。今自分の台はね、まあ文句はない感じですね。ただオールと言われるとどうなのかなという感じがありますね。左右もまあ声持ってるんですけど、追加からの当たりがあんまないんですよね、見てる限りでは。で気になるのがルパンが出てる台が全体的に回復率がまあまあいいっていうのが気になるかなって感じですね。もうすごい、ま、迷ってます。ハードボイルドに入るのかなとか、普段ね全く来ない店なんでね、その辺がちょっとわからないですね。悪くない展開に加え驚異の合算確率のハードボイルドを打っているが、不安は隠しきれない。周りの様子から確証が持てないからだ。多分50なんでね、上乗せしないと。そうだし、よっしゃ、はあ、よかった。ちょいハマるもバレットラッシュ中にバー揃いからビッグ。これでバレットラッシュの大連チャン幕開けか。今一つビッグウェーブにはならず、あっさりした手応えのままと、ハードボイルドの島に異変が。一番右全然出てなくないですか。ハードボイルド全4台中右端の台が今一つ出ていない。ちなみに一度天井に到達しているのを確認しています。イベント対象機種はあくまでオールキング。これは分からなくなってしまった。頼んでいたものは
パスで十分。おっ、入った。これは行ってなさそう。これはこれはないな。おっ、キラルワッカ。でかい一発がないため、出ては飲まれての繰り返し。この時間帯から脱出する術は。おお。単独ボトルで入ったから。今のは何で当たったかちょっと分からなかったですね。単独か一枚かがね、やっぱり打ってる通常時分かりづらいんでね、まあ、左が滑って外れるとまあ一枚が分かるんですけど、この形からの外れ目がちょっと分からないんでね。入りました。長い AT 今日1回も出てないんでね、ちっさいな。ああない。ビッグとバレットラッシュ、これだけではでかい一発にならない。そう、ここは同色のスーパービッグが欲しいところ。しかし確率はおよそ3000分の1となかなか引けるものでもない。おお、びっくりした。俺たちには死んだ記憶がある。なぜか、はい、そうか。やっぱ白赤でお願い。うわ、うわ、本当にここからの場所はなかなか引けない。特殊リプレイからレギュラー、当然バレットラッシュもなし。展開は悪い。昇格してないなと。
増えない。レギュラーの連打、バレットラッシュが絡んでいるのがせめてもの救いか。しかし伸びない。生駒の勢いも完全に沈黙。ボーナスの食いつき方からは高設定の期待が高いが、この状態が続くのは辛い。ようやくスイカの同時当選でビッグ。そろそろ大連ちゃんが欲しいが、
広角影中の一枚役出現時は必ずブレーキ演出に発展するはずが、発展なしで激アツの 3D 演出へ。これは当たる場所、なんとか繋がりましたね。降格中のハイパービッグ。そしてここからようやく大連ちゃんがスタート。熱い演出を堪能しつつ、レギュラーの連続で減らされた出玉を取り返す。今日は結構演出、なかなかいい演出見れてますね。まあ当たり外れ大きいですね。一撃1000枚を獲得し、バレットラッシュは200ゲームまで継続。しかしまだ終わらない。通常時に転落するもチェリーからの同時当選でレギュラーゲット。共通が4-3。結構あれは薄いですね。とはいえ50でしょうね。ところがどっこい、このバレットラッシュが伸びる。100ゲーム、そして150ゲームと安定した連チャンに。そして1枚買い。おお、買うことですね。本日2度目のバトルビッグ。もう加速を始めた生駒の勢いは止められない。バレットラッシュが300ゲームを超える。安定した挙動の中、追加の同時当選でまたもボーナスゲット。怒涛のラッシュでドル箱を勝ち盛りしていく。バレットラッシュはどこまで伸びるのか。今1枚で、ニーナの1枚はこっからなんですけど、まあ、滑ったんで、あれと思って。ボーナスの連打でバレットラッシュを上乗せしまくり、終わる気配がないまま500ゲームを超えた。そしてエンディングが流れる。
結構続いてくれたな。あんだけ続いて広角 B がないです。マジでか。ここで一旦連チャンはストップと言いたいところだが、イコマの勢いはまだ終わっていなかった。広角中のスイカからハイパービッグ、またボーナスの連打とバレットラッシュの嵐が来る。初代の絵柄です。これ外れたこと2回ぐらいあるんですけど、外れる確率の方が低いんですよね。よっしゃ、結構ね、全体的に1枚で当たってくれてるんで、1枚、うん、まあ AT 中は分かるんですけど、通常がね、1枚、通常時1枚か単独か分からないですけど、そこら辺が結構絡んでくれてるんで、気持ちいい感じで触れてくれましたね。まだまだ続く連チャン、レギュラー後にはまたバトルビッグ、本日3度目。玉切れすることなくマシンガンのように打ち出されるボーナス、途中通常時に戻るも獲得出玉は優に3000枚を超えている。大勝利違うよ。想像を絶する後半の伸びですね。カードボール結構打ったけど、ここまで一撃で伸びたのは初めてですね。一撃、逃げ切った。バレットラッシュが600ゲームまで伸びて、ようやく連チャンが終了。全然広角B いけ。残り時間も少ないことから、広角終了後に即やめ、今回は大勝利で終えられた。